上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。諦めない。もう一歩で今のうちに血で染めろ。今だ。このことは相手にならねえ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。喉をかけチームが買いかぶりすぎじゃ。切り刻んでやれ。今だ。刀もろくに握れねえじゃねえか。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。役立たずのクズ野郎が。誰も通さん。受け抜け。これで最後じゃ。
ろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってる。こっちへ。けぇ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いて犬が もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを。ひどい雨で立ってたら山に倒れちまうぜ。酒に飲まれる。負け犬が。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あらず者、逃げるなら今のうちじゃ。
じゃ。女をすぐさま放せ。車内集中、みんな置いていけ、逃げろ。助けは来ない。奴らは鬼じゃん。
気を抜くでない。気を抜くでない。ここまでだ。野郎は一匹だけだ。
しい。お助けくだされ。己を買いかぶりじゃ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあ。仕留めろこの犬が。おめえみてえな。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがる。お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。その程度で頭を引きつけちまえ。まとめ。猫にもかなわんない。静けろ。伏せろクズが。
甘い。待て、囲め。役立たずのクズ野郎が。逃げるなら今のうちじゃ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできまい。父上はヨミへの途に疲れました。村は導くものを求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。どこにおったのだ。アイコー、アイコ殿を見た者は
おらぬか。そう遠くまでは行けまい。おい、人にも生かしておいてはいけん。分かっておるな。はっ。抜けの殻だ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り、奴らが戻ったならば帰りしちにはしかないの。先からでも暗図を射止めよ。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。頭をかちまって。生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうぞ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかな。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。
あそこだ、逃げろ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 。あそこだ、仕留めろ。先を行かねばな。さもなくば矢で撃たれてしまう。早く来い。恐れなどを屈せぬ。この違いない。寝ろ。手を止めろ。たとえ死と隣り合わせであろうと。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者。今すぐ隣の村を拙者がそなたを見つけられるなら、ね、他の者にも容易に見つかるということぞ。奴らの耳にすぐ届くだろう。誠にあなた様でござるか。この勢いを立つんじゃねえ。親分のお言葉を待て。ここは危のうござる。逃げなさい。どこへでもいい。次はどこ？うっせろ！クズがするなら、よくも兄貴をやりやがったな！クソ野郎！死ね！あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は。戦を欲したためにこの卑怯者どもは抗う者にも出くわさずやすやすと。ジオ、命だけは。頭を引きちっちょいな。
踏み死にしちまう。なんでだ。どう。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。臆病者が。藤殿、お許しを。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。
これで最後じゃ。馴染みの顔ばかりじゃ、みなよく存じておる。まだ息のあるやつがおる。今のうち武器を持っておる。命乞いするなら今のうちじゃ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。
この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。まだわっぱのような打ち方じゃ。調和を乱したお前など取るに足らぬ。生きておったか。アイコ、待て。アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。歩いて。というのだ。くわぁ、汚れなき者。だけがれなし、清き者。はい、私はお前などにあるん。この者のけども自らを蝕んでおるようじゃ。松野じゃ。
馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は嫌い。橋は崩れぬだろうか。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血。拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。
拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。どこへ行く？落ちる！お前は落ちる！しまった。すべて食っちまった。この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを神川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。ラスナじゃ、ラスナじゃ。嫌だよ。
わしのじゃ。どうしよう。いや。すべて食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにいるすべてのもののように。光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。わしだ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも立つ。わしら、すべ
全て駆使